早いもので12月になりました。今年もあと1ヶ月で終了でございます。で、今回はタイトルとかサムネイルにもあるように隙間時間というテーマで話していきます。で、これは受験生だけじゃなくて、もう学年関係なく皆さんにこの隙間時間について考えてほしいというか身につけてほしいので、ぜひね、最後までお付き合いいただけたらと思います。改めましてどうも、タイチです。今回は冒頭に話したように隙間時間について話していくんですが、このね、隙間時間のキーワードを聞いた時に、おそらく今も有効に使えてますよって思う方いらっしゃると思うんですよ。うまく使えてますって方です。で、その方は正直動画止めちゃって構わないです。っていうのも、おそらく皆さんが実践されてることを私がなぞって話す形になるので、あ、そうだよねって、うん、そうっていう感じで動画終わっちゃうと思うんですよ。で、時間それだともったいないので、ぜひね、止めちゃってください。ただ逆に、隙間時間を使った方がいい気はしてるんだけども、うまく使えてる気がしないとか、そもそも隙間時間を使うって何って思われる方は、ぜひこの動画を見て、考えるきっかけにはなると思うので、そこで考えて実践してみてください。まず隙間時間って何っていうところからちょっと話したいんですけど、これは1日のスケジュールを例えば表で書いた時に、6時に起床とかね、で起床して、ここまで学校にいますとかあるじゃないですか。それの細いところです、隙間のところ。例えば睡眠時間でドーンってなりますよね。学校にいる時間ドーン、家帰ってからの勉強もドーン、ドーンだよね、はいになると思うんですけど、その間のところです。例えば、休憩とかも私は隙間時間だと思ってるんですけど、休憩もそう、ご飯の時間もそう、お風呂の時間もトイレの時間もそうですね。こういったところ、もっと薄いところいっぱいあると思いますけど、あと移動とか、ね、電車の通学中とかね、そういうのも含めて、こういった隙間の小さい少ない時間のところ、ここをどう使っていくか。でもこれを聞いてる方の中で、いや、そんなとこまで勉強したくねえよって思う方もいると思います。で、これは、隙間時間を全部勉強に当てろとは言わないです。いや、当ててほしいんですけど、言わないですよ。そこまで言わない。ただ、隙間の時間をうまく使うことによって、勉強で楽ができます。だって、少ない努力量で結果につながるんだったら、こんなに嬉しいことなくないですか？俺はそうしたかった人間なので、で、もちろん、それが全員が全員フィットするわけではないのは分かってます。ね、そうじゃない方が合う方もいるでしょう。でも、今まで選択肢がなかった方は絶対持った方がいい。で、一回試してみて、試した上で合わなかったら今までに戻せばいいんです。ね、だから、その選択肢の一つとしてぜひ入れてみてください。でも、やることはシンプルです。隙間の時間に勉強するだけです。ただ、ご飯の時間とか、トイレとかお風呂でどうやって勉強するのって思う方いると思うんですよね。で、ここで大事なキーワードが、思い出すです。よく、勉強するっていうのは、勉強机に座って何かを問題解いたりね、こう単語を書いたりっていうのが勉強と思われるんですけど、違うんです。思い出すだけでも十分な勉強です。しかも、人間っていうのはやっぱり記憶に定着させる短期記憶、短い記憶から長期記憶、つまり受験本番にまでちゃんと残る記憶にするには、反復するしかないんですよ。繰り返すしかない。例えば英単語を覚えようと思った時に一回書いたりして覚えますよね、一回目。それは多分勉強机になるでしょう、きっと。ね、覚えた日で、それをまた勉強机に座って二回目、勉強机に座って三回目じゃなくていいんです。その二回目、三回目は思い出すだけでいい。だからそれを、例えばトイレに入っている時には思い出す。お風呂に入りながら思い出す。で、ご飯食べながら思い出すって。それだけです、やることは。それが隙間時間をうまく使うってことなんです。ここまで言うと、もしかしたら顔色を曇らせてしまうかもしれないですけど、私は友達と遊ぶ時とか、付き合ってる恋人とデートをしてる時でさえ、思い出す瞬間を持ってほしいと思ってました。自分の生徒に。てか、自分はそうやってたので。成績を上げるためだったらそこまでやるんです。そもそも遊びに行くなって考える方もいるかもしれないですけど、それはメリハリでリフレッシュしてもいいと思うから、そこはちょっと置いといてください。その議論はやめといて。ごめんなさいね。でも、そういった友達と遊んでる時も思い出してほしい。ただ、例えば友達と、友達ん家で遊んでる時にさ、みんなが遊んでるのに急に単語帳出したら空気が冷めるというか、空気を壊しちゃう気がするって思う方いるでしょ。で、これ実際、うちの塾講師の時の生徒に言われたことがあるんですよ、それ。だって無理じゃねって、出せねえし、単語帳みたいな。あるじゃないかって。スマホ持ってるでしょって。で、スマホ持ってる方だったら、例えばさ、この見開きのページ、写メ撮っとけばいいんですよ。こう、写真撮っとくの。それをさ、スマホいじってるように見せる。だから、思い出すのはできるじゃん。友達がゲームしてるのを後ろで見ながらさ、ちょっと英単語思い出すんだよ、こうやって。あそこがこれで、これで、これで、みたいな。
で、例えば10個ずつ覚えるって決めた時に10個中8個しか思い出せんかったって、でその時また分かれ道なのよ。あと2個は後でいっかって思う人と、今すぐ確認しなきゃって思う方、もうこれは後者の方が絶対伸びる。前者は伸びんぞ、後でって言ったら覚えてねえから基本的に。だから必ずその場でチェックするんだけど、あと2個なんだっけマジでクソって思ったら、スマホ見てさ、写真フォルダを見ればさ出てくるのよ。単語帳開かなくてスマホで撮れんだから、だからそうやってチェック、クソあれだインタラスティングみたいな感じで思い出せばいい。そうやってそれを別に3分に1回やれって言ってるわけじゃないんだから、1時間に1回とかでも構いませんね。そういったちょっとした時間で思い出すなんて1分もかからんから、単語10個思い出して全部覚えても1分もかかんないんだよ。その1分をやることによって、それをまあ繰り返す、まあ、1日3回やったら3分かかるけどさ、たった3分で記憶に定着するんだったらめちゃめちゃお得でしょ。で特に受験生はもう12月時間ないからね。だから隙間時間をうまく使っていきな。あのちょっとここまで言うとさ、あのプレッシャーかけちゃうかもしれないけど、あえて言わせて、もう遊ぶというか休憩時間を取っていいから、24時間ずっと勉強しろなんて思ってないから。でも休憩の時でさえも、その休憩も自分の成績を上げるために休憩してるんだって思ってください。いい？だからその意識があれば隙間時間は使おうって思うから、この隙間時間さえもうまく使えないかなって。今は英単語を例えに出したけど、それだけじゃないから、数学の問題特にしても、さっきね、例えば1時間前に勉強したあの問題、あのワークのあの問題、そうなんだよ、あれな、これこういう問題でって、解き方のポイントがそこ、この公式が出てこなかったんだよって思い出すだけでも十分な勉強だからね。でもちろん思い出すことだけが隙間時間の使い方ではないんだけれども、一番使いやすいのは多分思い出すだから。なので隙間時間を今までうまく使えてなかった方は、思い出す瞬間をいっぱい増やしていく、そのタイミングは任せます。でも決めちゃうと楽。トイレに行ったら思い出す、お風呂に入ったら思い出す、女の子だったら例えば髪乾かす時間とかかかる方いるでしょ、ロングヘアの方だったら髪乾かしながら絶対に思い出すとか、何でもいい、どんどんルール化していきな。でそのルールはマイルールだから、別に周りと合わせなくていいんだから、自分流のルールを作って隙間時間をうまく使った12月にしてください。でこれは1年生2年生とかもう小学生もそうです。この時から早いうちからその隙間時間を使って思い出すっていうのを習慣化するとめちゃめちゃ楽できるから、習慣になっちゃえば勝手にやるから、いいかな。だから受験生だけじゃなくて、普段ね勉強頑張ってる方、何かの学びをしてる、まあ、社会人の方もそうです。たくさん思い出すタイミングを作って隙間時間をぜひね有効に使ってみてください。ということで今週もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週も何か喋っていきますので、ぜひね月曜日お付き合いください。それじゃあ今週もお互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ。